クです。今日はバレエのことについて語りたいと思います。イエーイ。 NBA バレエコンクールまであと1ヶ月となりました。もう1ヶ月ですね、うん、パトトロワの第1幕、うん、を踊ります。あ、衣装着た来た来た来た。あ、来たの。うん、あ、うんうん、紫の衣装ですっごく可愛いんですよ。昨日バレエの先生に褒められたんですよ。何が良かった。なんか、うん、なんかなんか気合が入って良かったって。今日は春メイクをしていきたいと思います。キャンメイク、マーメイド、スキンジェル、UV 系、バレエ？なんか、いつもは、なんか、じゃあ今日は、なんて言うんだろう、ジャンプが入ってる振り付けなので、なんかジャンプを、なんて言うんだろう、気をつけて、なんかやろうとか、なんか今日は何を大事にしようみたいなのを決めて、自分の踊りやすい仕方をした方がいいと。おでこはしなくていいや。何番を目指しますか？4番です。4番と言ったらマリーのコンクールってなんか4の4、4の3、4の2、4の1、それで、まあ、6番だったら6の6、6の5とかあるんですよ。そう、そうなの。知らない方のために。そうそうそう。あ、でも、そう、どうなのかな、あのコンクールによるのかな。 NBA はそういう風になってる。うん。で、今年はバレーシューズの部門と。そう。で、私も小6なんですけど、あと1ヶ月で 3月に始まるんですよ、コンクールが、うん、だけど、中1の分に出ないといけないわけ、うん、1個上の11の部に出ます。無理やろ。あ、まあでもみんなそうだからね。あ、まあね、うん、ストレッチ嫌い。いや、嫌いではない。なんか今日すごい赤いよね、ここ。こっち、うん、そう、こっち赤いの。カメラってあまりね、見えない。見えない。9、10、11、12、1、2、6ヶ月ぶりだ。6ヶ月ぶりだ。6ヶ月ぶりだ。どこの方言。6ヶ月ぶりだ。6ヶ月ぶりだ。他にバレエのことについて何かありますか？質問？ママさん、はい。好きなバリエーションは何ですか？好きなバリエーションは踊りたいなとか。踊ったことはないけど、憧れ、うん、憧れは、まあ、やっぱアレルキナ。ああ、アレルキナだ。あとエスメとか、うんうんうん、あとなんだろうな、あのおもちゃの踊ってるフェアリードール、うん、もうちょっともう今のうちに踊っとかないと。フェアリードール踊りたい。踊りたい。あ、来年フェアリードール踊りたい。今今のうち言っとかないと先生に。そうだね。じゃないと取られちゃう。じゃあ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 勉強会の時チャレンジ先生踊りたいねって。アレルキナーだ。アレルキナーはまだいい、残しとく。その次の年はアレルキナーだ。うん。ママ今気づいたんだけどさ、うん、鏡がないからさ、今さどこを濡れてないのか分かんないわけよ。あ、待って、でも大丈夫だよ、ここにね、あるんで。今日はクッションファンデユアグラムの02番を使いましたね。でもね、すごい小鼻がね、あれなの。どんな？あの、どこどこ？ここどこ？どこ？ね、かぶれてるっていうの？皮がむけんの？で、薬を塗ったら良くなるんだけど、化粧したらね、悪化するわけよ。なんかさ、ここ傷？なんかその赤い、ほら。あ、違う、これね、ほら。ああ、そう。でのゼロ2番を買いました。あと、このユアグラムの12色アイシャドウ、うん、03番こういう感じ。
今からアイメイクをしていきたいと思います。ピンクの色を二重幅にやっていきます。あ、違う、アイホール全体に塗っていきます。いつもバレエでは化粧を塗って、休みの日は化粧を塗って行くんだよね。でもみんな結構化粧してるけど、まだ小学6年生はあまり化粧しないんじゃないかな。ラメラメをのせていきます。私は2色、いつも2色だけをアイシャドウに、アイシャドウ使う目に塗っています。で最近はなんだっけ、あのアイライン、それ用になりましたね。なんかさ、チップでやるの初めてなんだよ。いつもブラシでやってるから。ユアグラム見せた、パンダみたいになっちゃった。お、口が開いちゃう。そして乗せたら次はあれかな、このキャンメイクのキャンメイクラスティングリキッドドライナーの02番アイライナーを使っていきます。茶色い、よし、オッケー。次はリップ、チークはまたキャンメイク。どう？もう見ないから分かんないね。濃いね、ママ言ってよ。塗りましたけど、あの薄ピンクだからあまりわかんないよね。そう、すごいいい匂いする。それであとは髪の毛をやっていきます。もう今ちょっと結びに結んだので、あとはネットとピンで留めていきます。まだあるよ。タッコちゃん帰ってきました。映ってないよ。チコ。はい、今からピアノに行きます。え、ピアノ今日ない。ピアノお休み。あ、そっか。今ガム食べてます。何のガム？タッコちゃん大丈夫でしたか？踊りは。大丈夫でしたね。ですかね。これを食べてますね。メントス。メントス。どうだった踊り？タッコ、セブンデルンで買いました。セブンデルン。セブンデルン。セブンイレブンで買いました。じゃあもう時間なので、あ、着きました。ではバレーに行ってきます。じゃあね。コンクール出れていますか？私たちに頑張りましょう。じゃあ行ってきます。バイバイ。